北緯35度40分19.1秒統計139度42分27秒北緯35.671972度統計139.70750度35.671972139.70750原宿警察署は警視庁が管轄する警察署の一つである第三方面本部所属渋谷区の東北部を管轄している 所員数およそ200名、識別証所,所属表示は OK。独立した警察署として設立されたのは1925年で、当初の名称は仙長谷警察署であったが、1932年に現在の原宿警察署に改められた。2009年、旧所在地から明治通りを1キロメートルほど南下した渋谷区神宮前一丁目の現在地に移転。 この地は1965年以前の町名が原宿三丁目であり、ここに初めて警察署の名称と所在地とが一致することとなった。原宿警察署の新庁舎の所在地には太平洋戦争以前、旧日本海軍の施設、海軍館があり、戦後は1989年まで日本社会事業大学が置かれた後、渋谷郵便局のプレハブカリ庁舎を経て、元凶となっている。 すべて、渋谷区、神宮前一丁目。原宿1995コムプロジェクト。温田表参道商店会1994年12月25日。発行 P24 東郷神社。帝国陸海軍現存兵器一覧より白の府。平成26年8月6日閲覧。ありがとうございます。